音楽に出会ったきっかけを教えてほしいです。えっと、まあ、両親は昔からクラシックとか好きで、そういうのをずっと幼少の時代から聞かされていまして。それで、お母さんもピアノの先生で。そこからですかね、もうずっと多分音楽に親しんだ生活があったんですよね。それで、まあ、高校生ぐらいで、タンテーブルを買って、DJ とかしてたんですよね。そこからいつの間にか曲を作りたいなという気持ちになって。N. P. C. 買ったりとか。 ま全然使い方は分かんなかったんですけど。まあちょっとビートメイク的なことをしてました。なんか特にくらった C. D. だったり。そういう。もう聞きまくったらみたいなものって、どういうのがあるんですか。聞きまくったのは17歳ぐらいの時に、うん、ナズの、ナズ。ナズのアルバムですね、ファーストのイルマティックですね。うん、をいっぱい聞きました。そのきっかけっていうのは何だったんですか。それも D. J. の友達に教えてもらったりとか。まあ地元のレコード屋さん。 宮崎市にバックタウンっていう店があるんですけどそこで、まあ、DJ の J−ROCK っていう人がいて J−ROCK 先生に教わったことだったり教わったものをいろいろ聞いて育ちましたね。